はいどうもさくんです、えー、今回は、えー、模型を紹介するのではなく自分のチャンネルを自己評価してみようかなと思いましてちょっと変わった動画を撮らせていただいてます、えー、今回は、えー、この新しい Google チャームという、えー、ところから一応編集できるようになってるんですけども、えー、これの中に このアナリティクスですかね。これが、あの、いろいろあの、グラフとか出てまして、え、それを見て、え、今自分のチャンネルがどんな状況なのかっていうのを、え、皆さん見ていただいている方にご紹介できたらなと思います。え、僕そんなにあの人気もなくて、もう鉄道模型しかやってないような、あの、すごい、 全然人気のないチャンネルなんで、えー、その辺はご了承いただけれたらと思います。なんかちょっとでもあの参考になるもんあるかなと思いまして、えー、やらせていただきます。ではまず、これですかね。チャンネル登録者数、現在は2111人ということで、えっ、ー、と、ちょっと下に書いてるほ通り、 過去28日間で35増加。ありがとうございますいや。なんかあの、こうやってね、いつも家で撮ってるだけなんで、なんも実感湧かないですよね。あの、他の、あの、YouTuber さんとか、レンタルレイアウトとかに出向いて撮ってたりするんですけど、もうあの、以前から僕そんな外出てないです。でしかも、 あの、家で、あの、即席の丸のレイアウトを出して、え、そこで背景ももちろん、あの、家の壁とかね、映った状態で、え、撮影してるので、そんなに周りの、え、鉄道模型 YouTuber さんよりも伸びないですね。え、その辺はちょっと反省しております。ちょっとコロナウイルスが落ち着いたら、 本当に出向いて、いろんな撮影したいですね。えー、模型や松原さんも、ずっとあの、僕、えっと、お邪魔させてもらって、動画も撮りながら、まあ、店長さんともね、だいぶ喋るので、喋りながら動画撮って、最後あの、音楽つけてね、無音で編集したいとか、まあ、いろいろ、えー、そういうレンタルレイアウトとかで撮ってる動画も、 いろいろ上げてますんで、えー、その辺はまた今後はのコロナウイルスが落ち着いてからまた再開したいなと思います。で、これは昨日の動画ですね。これちょっとあの、昨日上げた状態のまんまです、えー。投稿してから22分としか書いてないんですが、これは昨日の状態です。 でえ、このアナリティクスを押しますと、まあ、概要とか出てきます。これ、順調ですから出ます。あのー、この順調というのは、視聴回数とか再生時間、えー、登録者の変動、あとは収益。これの表示です。えっ、ー、と、どれから見たいんかな。 これかな視聴回数2603回、えー。ここに見えないんですけども、過去48時間のうちに、えー、見られている回数2603回となります。ありがとうございます。で、まあ順調ですので次、過去28日間のチャンネル視聴者数は24730回です。ということです。 で通常のチャンネル視聴回数は19,900回から26,200回ということらしいです。えっ、ー、と、ほぼ変わりませんと。通常のってうのがどうよく分かんないんですけども、えー、他の人のってことなんか、えー、僕のこのチャンネルが通常の その再生回数なんかちょっとまだ分かってません。えー、収益とかも、僕全然ないと思います。これ見てたら。で、このグラフ結構面白いですね。えー、これが多分、1日見られた視聴回数だと思います。えー、僕4月の初めの方、全然投稿してなかったと思います。この辺600回。で、 金曜日に多分アップしてるんですよね。アップして1000回。で、このように。で、またあの土日でこれ投稿してなかったと思うんですよ。その時にまた600回ぐらい。1日の視聴回数も投稿しない場合は600回ぐらい。600から700の間。で、もうもちろんこれ投稿したらこのようになると。で、えー、投稿してないので、まあ2日間。 で、だんだん下がってきますと。で、4月のこの14日火曜日。この時にも多分、投稿したと思います。これ1000回。これで超えるんですよね。で、水曜日また投稿しないので600回と。で、これも、この辺でも確かあの、一時3系の廃車回送とかやってたんで、この時にまたぐっと上がってます。土曜日。 土曜日何したっけちょっと覚えてないけども1500回超えましたと。で、投稿してないのでちょっとだんだん下がってきてると。まあ、でも平均的に見たら1日600回ぐらいは、えー、皆様に見ていただけてるのかなと思います。ヨガの、何て言うんですかね、えー、YouTuber さんの 中で鉄道模型の、その、チャンネルで、えー、女性の方、結構増えてきてると思うんですけども、やっぱりあの、女性のチャンネルって、みんな見るんですよね。珍しいんですよね。この鉄道模型が女性がやってるっていうのは珍しいので、やっぱみんなあの、チャンネル登録しまくって、視聴もしまくるんですよね。そこがやっぱりあの、 えー、男性としては勝てない条件だと思います。もうだって僕が男なんで、えー、普通にこのように喋ってる動画ってあんまり人気ないんですよね。で、あんまりその、新製品とかで出しても、あの、僕の声であんまりね、見てくれる方っていないと思うんですよね、正直。なので、 えー、その女性の方に比べたら、超人気のない、えー、チャンネルになると思います。えー、これあの、ちなみに自己評価ですので、えー、その辺本当にご了承ください。で、次あの、この期間の人気動画っていうのがありまして、えー、ランキングで、 え、トップ10があります。えー、昨日までの動画です。4月の28日までに投稿された動画の中で人気のトップ10が表示されております。まずは、えー、トミックスの227系1000番台の B セットの開封レビュー。えー、こちらはもちろん新製品なので、 これみんなあの、釘付けで見てると思います。あの、僕が投稿した後に、まあ新製品のこの227系開けてる人おるんですが、まあそんなにこれ、シャロ自体も人気なかったんですかね。でもかっこいいので、まあ見ちゃいますもんね。なのでまあ視聴回数で言った1145回。で、2位が、えー、僕の生存報告。 と、えー、最近制作している N ゲージの紹介でこれが743回ですねでその次ストップ3の3位 N ゲージの開封同級生から1000円で買った500系新幹線の開封これが661回というふうに ま、このように、え、順番に視聴回数が多い順番に流れております。で、次は、あの、視聴時間についてなんですけども、え、新製品で、え、視聴回数が、ま、多いのはわかるんですが、え、十何分ある中で、一番、え、見てる時間、 ですかね、その1145回見ていただいてる方の中で一番多い視聴時間っていうのが5分ぐらいと書いております、えー、全体の23.4%の方が5分で動画を見終わってるということになりますまあ最初の開けて開封してでライトの点灯の手前ぐらいかな それぐらいで多分切ってると思います。えー、最初はあの物珍しくね、一両目二両目と開けていってるんですが、もう最後のね、このおまけみたいなところまでは見ないでしょうということで、平均の視聴時間はだいたい5分となっております。で、その下の生存報告。これも10分ないと思うんですけど、 7、8分だったと思います。これの視聴時間が2分49秒。で、その中の、えー、全体の中27.5%が2分49秒で動画を、えー、切ってるということになります。まあ、こんな感じでしょうね。大、え、体、ー、あの5分以内に、えー、見終わって で、えー、次の動画を見ているということになります。はい。まあ、他は、このリーチっていうのは何でしょうか。もうこの辺はもう、まあまあ置いときましょうか。総再生時間。もう今までの全体見ていただいている時間です。で、これがあの平均の視聴時間。さっき言ってました。 えー、一つの動画で何分切ってるか、何分で、えー、切り上げるかっていう時間になります。もちろん、あの、全部の動画全部見てたら、そら、100%とか、100%9 分、10分とか、なるんですが、まあ、途中で切ってるっていうことです。はい。視聴者の数。えー、 これが、この下がってる意味は28日間で、えー、まあ全体で見たら下がってきてるよと。でもプラスですよと。えー、プラスはなってるものの、えー、全部の28日間としては少ないということになります。このユニークっていうのがちょっとわからない。 もうこの辺もうちょっと調べさせてもらいたいと思います。もう収益はもう見るからに少ないと思いますので省略します。で、最後に何しようかな。えー、コメントですかね。コメント。えー、これが、えー、全部のコメントを見れます。このように。 今までいただけたコメントすべて見ることができます。ま、あの別に紹介はするつもりないんですが、え、その他確認中、例えば放流中、スパムの可能性ありとか、その辺いろいろ出てますので、え、全部見れますんで、まあ、あの、コメントについて、え、最後にご紹介したいと思います。コメントなんですけども、 僕はあの、返せるコメントは基本返します。で、コメント欄を開くのが、僕あんまりしょっちゅうこまめに見てないので、あんまりないと思います、返事は。え、いいねはしてます。いいねとお気に入りですね。は、えー、基本します。でもあの、返事はあんまりしてないですね。であの、一週間に一回ぐらいしか、 返事はしてないですね、本当に。えー、手が空いてたらやるんですけどね。まあ、こんな感じで、えー、自己評価15分ぐらいやってみましたが、えー、まあ、そんなにあの、人気の出てないチャンネルですので、えー、またあの、新しい企画を考えたいと思います。そこでですね、えー、今度は、車両以外に、 えー、着手したいなと思ってます。鉄道模型で、えー、車両以外といえば、もうジオラマしかありません。ジオラマです。で、えー、ジオラマといっても僕はあのアパートに住んでるので、今んとこ広げる場所が一切ありませんので、なんかコンパクトにできて、色い々ろいろ楽しめるような、 レイアウトを考えます。これが新企画の、えー、ジオラマという項目を作って新たにやりたいと思います。今後ご期待ください。というわけで今回は、えー、チャンネルの自己評価とあとは新企画ジオラマについての発表でした。 画面の左上タップすることでチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また、ツイッターやブログのフォローもお願いいたします。